ゴロゴロして面白くないっつって MMA ルールに挑戦させてもらうんですけど、まあそう挑戦しようと思った理由は、まあ、対戦相手の11月の25日に3人でレンと3人で酒飲む機会があったんですよ。その時にレンがちょっとはめてやろうって言って、アンポをMMA でその気にさせようって言って、アンポ選手はその場でまんまとその話に乗ってですねいやでも僕から名誉のために言っておきますけど、その場では本当のお酒の席でそういう MMA をやるっていう勢いで行ったんですけど、まあ当然周りからは多くの反対もあり、実は今日こういう形で発表してますけど、昨日の夜まで本人も悩みました。まあそうだと思います。まあ MMA に一度も本当ゴロゴロしたことがないわけですから、その中でまあ出てくるこのはみ出す勇気というか、それは僕もリスペクトしてるし、きっとアンポルキアのこの試合に、まあ久保もギリギリまで待ってくれたことに感謝もしますし、まあ何か皆さんに届くものがあるんじゃないかなと思いますんで、拍手を送ってあげてほしいと思います。ありがとうございます。久保井田ちょっと意気込み聞かせてよ。はい、久保井田です。そうですね、もう本当にアンポ選手男ですね。もう MMA ルールね、本当にこう、まあ、ミックスなのかなキックなのかなっていろいろ本当今差し上が言ったようにギリギリまでいろいろあったんですけど、まさかアンポ選手の口からね MMA ルールって出ると思わなかったんで。いやまあ俺が MMA ルールを選んだ理由は、はい、まあ、そもそもツイッターでいちいちネチ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 いつもうるさいからでキックルールで勝ったらお前どうすんやろ、いやアンポ大先生の得意なキックルールで勝ってまたバッショイしてみたいな、はいはい、だからお前を黙らすために俺 MMA やるから。なるほど、お前リアネイキッドチョーク決めたるからお前覚悟しとけよまあ悩んだというか、まあちょうど本当に1週間2週間前か2週間ぐらい前に平本とプライベートで飲みに行くことになって、で俺はもうカメラとかないと思ってたからマジでプライベートで行ったら隠し撮りしてて、でそのままなんか騒ぎ原社長まで急に来て、アンポ MMA やるよね、大晦日やるよねって言われて、え、マジですかみたいな。もうでもやると言わざるを得ない状況を作られてしまって、まあ飲んだんですけど、まあよく一日したって考えたら、まあ別に久保優太に MMA で俺負けるかなみたいな。そもそも MMA で喧嘩じゃないですか、俺多分久保優太に喧嘩で負けないんですよ。だからあこれ勝てるわと思って、リアネイキッドチョーク決めれるわと思って、だから俺受けましたねちなみにリアネイキッドチョークのやり方をご存知ですか。いや知らんすねこれから教えますそこのお二人で一緒に大晦日に向けて練習、はい、一緒に練習しようと思ってます。打撃対策ですね。昨日ブレイキングダウンのサップ西成さんにちょっと抜け方を教えてもらいました、はい、初めてですそれが。次僕がエビを教えます、はい、まあでも、まあ、僕も立ち技で K1 でずっとやってきたし、安保選手も、ね、K1 でチャンピオンだったし、まあ、自然的にもう本当に打撃の、まあ、ただ K1 ルールはやっぱこう生優しいものっていうか、まあなんか言ったらスポーツだと思うけど、やっぱ MML って本当ぐちゃぐちゃになって勝敗がもうねボコボコになって、やっぱもうそこまでいくと思ってるんで、もうそれは本当に激しい試合が見れるんじゃないかなって、もうぐちゃぐちゃにしますよ、はい、気をつけてください。いやここでうおシングルレッグ行くか、いやいや笑顔で2人、それがまた恐ろしい。どうもありがとうございました。ありがとうございます。